はい、こんにちは、カズボです。クロントリガー続きやっていきたいと思います。ですね、前回からですね、味方強化計画ということで、いろんな人のアイテムとか取ってるんですけど、まあ、このままね、突っ込んでもね、まあ、一応、戦いにはいけんですけど、まあ、帰り討ちに目に見えてるので、兵士として魔王軍との戦いに出ていった夫のマルコが帰ってきてくれました。私。安心して、これからはずっと一緒だよ。砂漠洞窟に救ったモンスターたちは水に弱いようです。しかし僕の力ではあのモンスターを倒すことは水に弱いって。ってことは、こうかな。ね。装備は、まあ、前回いろんなの取ったんですけど、さすがにビネガーパンツはまずいか。ね、ね。盗めんだけどね。これでいいかな。ここに、地底、まあ、砂漠あるんですけど、ここだね、今回ね。めんどくせえことにね、宝と落とすと敵出てくるね。まあ、黒のが強いんで、サンダがでけっかな。サンダがでけんだったら行くけど、行けなかったらシャイニング使いますけど、ね。あ、ダメだ。全然こんなんダメだ。水に弱いって言ったよね。そうだ、シャイニング行くわけねえじゃん。めった打ちだね。ん、アイスガソード、アークインパルス。あ、使いたいね、それはね。ラピス。あ、まだ？魔王でもいいかもね。エターナルスーツ。
なあ。え、マジかい。あ、取れた。ああ、まあ、マジか。取れねえ。ねんだ。ああ、もう。すげえやりづれ。オッケー。何の音かしら？まあ、あやつを倒さなくちゃいけないんだけど。ね。あ、あいつが森を砂漠に変えちまったんだな。でも、血を動き回るモンスターなんて、どこで出会うか、見当もつかないよ。そうなんだよね。そうなんだけど、別に、あったらあったで。シャイニング聞いたっけな。よし。に会っちゃいました。確か、これどうだったっけな。コアを失って暴走する。確かこれで固まるだよね。で、黒のでコア失っちゃまずいんだっけな。そんなことねえな。え、シャイニングって聞いた？これ聞かない、聞かないと思う。まあ一応やってみよう。行けばもうラッキーなんだけどな。あ、ダメだ。攻撃されると防御か。まあ普通の攻撃だね。だ、乱れ切り多分効くね、これ。これってなんだ？水系か。ここ1個だったらやってみっか。ジャンプ切り。乱れ切り。あ、硬くなってる。
かないけど、これで防御力下がるからね。あ、どうした？こうしようかな。これでもう木が枯れることもないね。フィオナさん喜ぶよ。うん、まあそうなんだけど、回収するべきものはしたいからね。スーパーエーテルなんかあんのか。これ移動するボタンとタップするボタン一緒なんで、すげえきついんですよ。DS だったら十字キーとボタンだから、下押しながらねボタン連打してればこんなの取れんだけど、このタイミングよ。忘れずの帽子、前どんなかったっけこれ。もうなんか宝の判定がなんかちょっと上なんだよな、これ。うわ、なんでこんな無事連打しなくちゃねっていう。あ、取れた、オッケー。じゃあ戻ります。もうやだここ。ん、なんかあったね。パワーカプセル、ご苦労のだな完全に。これでモンスター退治してくれてありがとう。私ももう一度頑張ってみるわ。でも砂漠を再び森にするには気の遠くなるような時間が必要なの。ああ、何百年も働き続けることができるような人がいればこの砂漠の森を戻せるのに。どうでしょう皆さん、私がここに残ってフィオナさんのお手伝いをするというのは。この砂漠が森として蘇った後に私を回収してくだされば良いのですから、ここに残ってお手伝い。ああ、ちょっと待って、その前にちょっと記録してこよう。ミスったら嫌な部分がちょっとあるんですよ。まあ、大丈夫だろうと思うけど、このタップでね、普通にミスりかねないんで自分。はい。はい、なんかやってますね。ロボが飛んで、働いてまして、現代まで行くと。
森になってますと、ね、未来を変えましたと。フィオナ神殿、ここはフィオナの神殿。400年前魔王との戦いで砂漠化した森を蘇らせ、フィオナ様とロボ様を祀った神殿です。この神殿の奥にはご神体であるロボ様が安置されています。森の不思議な力を持った枝で編んだ帽子です。お、ああなるほどね、全部持ってるもんね。惑わずの帽子、まああそこをやんないと買えないっていうね。あ、ここは、おお、黒の、懐かしい。いや、あなた方にとっては一瞬のことだったのですね。しかし私にとっては400年は長い時間でした。しかし、黒の甲斐あって森は蘇りました。さあ、今夜は400年ぶりの再会を祝おうではありませんか。すごいね、ロボットもね。今回400年もの旅をして気づいたことがあります。私たちはゲートの出現はラボスの力の歪みだと思っていましたが、違うような気がしてきたのです。どういうこと？確信は持てませんが、誰かが何かを私たちに見せたかったんじゃないかと。ゲートを通してだね、いろんな時代の何かを、もしくはその誰か自身が見たかったものかもしれません。自分の生きてきた姿を思い返すように。えら、それわかる。人、死ぬとき今までの思い出全部見る。言い伝え。人は死ぬとき、生きていたときに深く心に刻んだ記憶が次々と浮かぶという。それは楽しい思い出もあるが、大抵は悲しい思い出さ。きっと、あのときに戻りたい、あのときああしていれば、という強い思いが記憶を呼び戻すのでしょう。私も死ぬときはそうなるのかな。きっとそうよ。どっかあるの？戻りたい一瞬が。うん。ごめん、聞いちゃいけなかった？なるべく考えないようにしているの。だって疲れちゃうもの。しかしだ、この思い出の持ち主はよっぽどラボスに縁があるんだな。どの時代にもラボスに絡んでる。で、誰だというんだ、そいつは。誰の思い出かは分かりません。もしかしたら人ではない、もっと大きな存在かもしれません。それがわかる日が私たちの旅の終わりの時かもしれません。そろそろ寝ましょうか。ね。そう、これをね、ちょっと思い出したんですよ、自分。これは AD990 6月24、ハイキングの約束をしたのにお父さんは研究ですっぽかし。ルッカには全然わかんない。でもいいの、ルッカは普通のお嫁さんになるから科学なんて知らなくていいんだもん。機械をストップさせるパスコードは我が最愛の人、非常時にこれを入力しろ。タバンね、最愛の人、タバンの最愛の人ね。まあまあ、何の機械だか、タバンは危ないから近づくなって言うけど、こう汚しちゃあね。あら、スカートの裾が始まっちゃったわ。ルッカ、ねえ、ルッカ、ちょっと手伝って。取れないよ。ルッカ、機械を止めて、パスコードを入力して。ね、ララって書いてますよね。わからないわ、お母さん。パスコード入力。L、A、L。こういう出るんだ。スーファミだったらね、L ボタンと A ボタンなんですよね。よかった、お母さん。ね、これ失敗すると、まあ、足不自由だったじゃないですか、このお母さんって。
ルッカ、ルッカ。はい、本当によかった。もしまたあんなことが起こっても大丈夫なように、少しは機械のことに詳しくなろうと思う。はい。まあ、足をね、失敗すると、まあ、不自由になった原因がこれなんですけど、まあ、その場合ね、ロボがね、自分の足を上げればいいみたいな、自分にはキャタピラーくっつけてくれとか言うんだけど、まあ、過去は変えらんないみたいなね、話になったと思うんですけど、今、ちゃんと止めましたよね。ずっと気にかかっていたんですね。ルカは優しい人です。プレゼントします。森で育った木の樹脂を固めて作りました。400年の重みのある宝石です。何かに役立ててください。はい、緑の夢。ありがとう、ロボ。ということで、この緑の夢ってのあるんだけど、装備か。ね、一度だけ戦闘負の自動回復。まあ、一回だけってことは一回使ったらなくなるのか、これ。一回の戦闘で、ってことかな。まあでも、これでいいでしょう。ということで、ルッカの、降りれねえし、降りれた。お家に行きまして、お、いいとこに来た。お、タバンスーツ。タバン様の早詰め、ルッカ用の防具の完成さ、大事に使いな。タバンメット、タバンスーツ、タバンベストだっけ？おるか。たまには顔見せろよ。でね、このお母さんがほら動けるようになってるんですよ。今日もいい天気。部屋の掃除と植木の手入れをしたら散歩にでも出るかね。ずっと育ててタバンが面倒見てましたもんね。まあ、こうやって帰れたらいい部分はね、やっぱ自分もね、ありますけどね。さて、じゃあ今回ここまでだね。ということでね、こうやっていろいろ変えていったり、まあ、いろんなアイテム手に入れたりとかできますので、まあ、AD1000 人にももちろんあるのでね、まあ、一個一個潰していこうと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。